こんにちは、カヌクです。その見切り品、買ってはいけません。今回は植物の見切り品が好きな方、ガーデニングにあまりお金をかけたくない方、見切り品を買うコツを知りたい方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方、特売品、お勤め品、見切り品、とてもいい響きです。商売をやっていくのにあたってどうしても必要なのが特売品や見切り品です。ただ今回お伝えするのは植物を安くして売っている特売品ではありません。お店における見切り品、処分品の話をしていきます。特売品やお勤め品と書かれたものは基本的には正規品を安く販売する、そのような表記の仕方です。大量仕入れにより通常価格よりも安く提供してお客様に集客を促し買ってもらう、そのような方法の一つです。見切り品、処分品は店で劣化した商品を正規価格では売れなくなったと判断して値段を落とすことによって買ってもらう、このような方法の一つです。見切り品はお店側の在庫処分です。極端なうち、その見切り品買ってもらわなければ処分されてしまう植物と言ってもいいでしょう。見切り品、処分品はそもそもお店の劣化品扱いのものが多いので、ただ価格が安いからといって買ってしまうと自宅に帰って育っていると失敗してしまうことが多いのも事実です。しかしながら知識さえあればそのような見切り品買ってもまたしっかりと復活させることは可能です。というわけで今回は植物の見切り品、処分品、買うべきか買わないべきか、実物を用いてお伝えします。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、植物ハンター試験に合格したプロハンターです。見切り品を好んで買う方たち、敬意を表して私はハンターと呼んでいます。園芸店、ホームセンターの見切り品、処分品コーナー、とても興奮するコーナーですよね。私のフィールドと言ってもいいでしょう。なぜ興奮するかというと、そこにはお宝が眠っているからです。ただ園芸専門店の立場からすると、そのような見切り品、処分品は買わない方がいい、これが正しい意見だと思います。むしろ見切り品、処分品を店に置くことすらどうかと思う、こういう意見もあると思います。間違いありません。ただ見切り品、処分品は興奮してしまうんですよね。勘違いしてほしくないのは、見切り品、処分品は各店舗で必ず出るものではありません。むしろお店側としたら見切り品、処分品は出したくないのが事実です。そもそも見切り品、処分品は売っても赤字になるだけなんです。お店側の考え方は店舗によって変わります。どれが正しい、どれが正解か、こちらはありません。私が今回お伝えしたいのは、そのような見切り品、処分品を買って育てて失敗して、園芸は難しい、買って損したと思ってほしくないからです。もし見切り品、処分品を買うのであれば、植物の品定め、これができるようになってほしいんですよね。植物の見切り品、処分品を買うための最大のポイント、こちらが3つあります。1つはその植物の植え替え適期を知っておくこと、2つ目は一年草か多年草、宿根草、樹木類、分類を知っておくこと、3つ目は安すぎる処分品、見切り品には十分注意すること、この3つです。ではここから先は実物の見切り品、処分品を用いてもっと詳しく解説の方をしていきます。では早速いきましょう。はい、というわけで処分品、見切り品の回です。よろしくお願いします、ジペさん。お願いします。さあ、いよいよ来ましたね。はい。これ一応ですね、言い方的にいろいろあって、まずね、特売品とお勤め品っていう類でついてるものに関して言うと、基本的に正規品を安く、定価いくらのやつを何パーセントオフとか、割引ですね、割引っていう価格で売られてるものに関して言うと、これ実際にはほとんど植物的にそんな傷んでるものではないっていう認識で、まあいいかなと思います。まあ、若干傷んでるものもあるかもしれませんけど、特売品、お勤め品はそんな感じ。ただ見切り品、処分品みたいな感じの付け方で値段が下がってる場合は劣化品の値下げっていう感じなので、同じ値下げをされているものなんだけど、実質その植物の状態っていうのがだいぶ違うかなと思いますんで、その辺をちょっと頭に入れて購入するといいと思います。今回は見切り品、処分品の話をしていきます。まあ実際ですね、どの園芸店も言ってしまうとですね、見切り品、処分品みたいに植物のね、劣化っていうのはどうしても出てくる。はい、これを処分品みたいな感じ、見切り品みたいな感じで店頭に出すのか、むしろ出さない店もある。出さない店どうするかって言ったら、これは店舗によって変わってくると思うんだけど、養生をして復活させてからまた正規で売るパターンと、もうダメなものは処分しちゃう、
とか、まあ、あの売るっていう形ではなくて、まあ、何かに使っちゃうとか展示用とかだったりですね、展示用とか、まあ、花壇とかどっかの植栽とかに、はい、あの店のディスプレイとかなんかに入れちゃうみたいな、養生するコーナーみたいな感じのもので作ってしまうっていうのが店によってはあるかなというふうに思うんですけど、よく処分品見切り品が出るのがホームセンター。苗の入荷ってだいたいポットで来るんよね、はい、でポットの状態ってどういう状態かって根本的に言うと、まあ、ここから生育するものなんですよ。なので生育するものをこの小さい状態で管理していけるって限界があるんですよね。で限界を突破してくると、どんだけいい状態で管理をしててもこれ劣化してきちゃう。例えば日当たりがすごくいい場所に置いてたとしても、特に生育が旺盛な植物たちは根っこが詰まっちゃうとか栄養分が足りないとか、まあ、障害が起きてしまうとってなってきたら、お店側としたらちょっと値段を下げないと買ってもらえない。最近は苗の選び方なんか動画をいろいろ出してるんで、こういう苗買っちゃいかんのだよねとかってなってくると選ばれんくなってくるじゃん。だ目が超えてきますよね、そういうのはってなってくるとずっと溜まっちゃう。でお店側もこれどうしようかなってなった時に、用紙が崩れてきたり、まあ、黄色くなったりっていうのがあれば、まあ、どんどん値下げをしていく。で多分ですけど値下げの段階っていうのがある、はい、いきなりドーンって落とすっていうよりは、なんか何割引き何割引き最後にガンみたいな感じになるんで、はい、僕の雰囲気的にはだよ、大体定価の半額ぐらいで売ってるものはなんか救える可能性が結構高い、はい、ただ定価のなんか7割引きとか8割引きぐらいになっちゃってるやつ、はい、これは割と危険な場合がある。ああ、もう割とダメ元で出してる可能性もあるってことですかね。うん、これは保証がない。結構目が超えてないと、もうこれから枯れゆく苗を買う羽目になる。っていうところで、ちょっとね値段もすごく安いからラッキーっていうよりは、何かがあるから安くなってるっていうところをちょっと探ってしっかりと購入の方はしてほしいなと思います。はい、で植物が傷んで劣化品になる苗ってどういう苗かっていうのを具体的に言っておきますと、これはね植物をよく育っていればなんとなくわかると思う。植物が傷む原因、まず一つは水切れ、二つ目は水の多すぎによる根腐れ、あと病気、害虫、そして日光不足による徒長、大体この5つぐらいの項目に当てはまっているものが処分品見切り品で出ます。多分一番多い見切り品は何かって言ったら、一つは徒長、二つ目は根腐れ、多分この2つだと思う。そもそも水切れとか病害虫でお勤め品見切り品ってね出ないと思う。これ理由があって、水切れでってしてしまう植物って割ともうそのままいっちゃうことが多い、はい、なのでもう枯れてると思う、そもそも。うん、で病害虫っていうのはこれないことはないんだけど、いろいろな店舗とか店頭とかここのお店でも見てても、病害虫による劣化とか痛みってそうそう出ない、はい、っていうのはもともと消毒されてるものが入ってくるっていうのもあるし、やっぱ店舗内であったりそういう苗が多いんで病害虫がまず発生しないっていうのと、サイクルが早いんでどん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 こう出て、店頭に滞在するものがかなり少ないので、そういったものが少ないのと、あと病害虫で売るっていうのにお店側もやっぱどうしても抵抗があるので、病害虫付きは多分まあ処分みたいな感じにしちゃうんじゃないかなと思う。害虫はねそもそもそんなにないんだけど、病気が出ること結構あるんよ、はい、店頭でも。特に多いのがうどんこ病とか、まあ、バラとかはもうこれしょうがないって言ってしまってでもいいかもしれないけど、バラ売ってるともう黒星病とかどうしてもかかってしまう。でかかったものを、まあ、ちょっと販売せざるを得ないみたいな、多少はやっぱ出ちゃう、しょうがないっていう部分がどうしてもあるんだけど、極端にひどいやんのやつは、まあ、多分売らないと思います。徒長とか根腐れの症状がどういう症状なのかとか、改善をどういうふうにできたらいいのかっていうのが分かっていさえすれば、見切り品処分品を購入しても、まあ、もしかして助けることができるというか、はい、復活させることができるっていうところで、まあ、今日はこの辺を中心にポイント的に話していきたいと思います。はい、でそれを踏まえてのポイント解説、まず1番目ですね、これ結構重要です。植物の植え替え適期を知ってるかどうか。植物にはここに植え替えの適期っていうのがある。まあ、ネットで見てもらってもいいし、ポップとかあとラベルに最近書いてあることもあるんだけど、植え替え適期って何を意味するかっていうと、その植物たちが一番生き生きと成長できる時、極端な話ストレスに強い、ダメージ与えられても復活がすぐできるっていう元気な時期なんですよね。こういう時期であれば多少傷んでてもすぐにこう根っこ出して回復するってことができるっていうところで、植え替え適期のお勤め品
処分品みたいなものは割と復活は容易にさせられる。ただ植え替え適期じゃない処分品はそもそも傷んでるやつを植え替え適期じゃない時に買ってきて何かしようってなるとものすごいストレスがかかってそのままダメになることが多いってなってくるので、まあ、買う場合はその植物は今成長期なのかどうかっていうのはちょっと知っとくか、まあその都度調べて買うぐらいなことをした方がこれ失敗少なくなります。ポイント2つ目の1年草か多年草か、これ特に1年草なんですけど1年草はもうお尻の終わりが決まってます、はい、なので終わりに近いものを買うとすぐダメになります、うん、復活させれる余裕の期間っていうのはない。ただこれからまだ先まで大丈夫なような1年草であれば1年草って割と生育強いんで個体が初期段階であれば処置だけしてあげればその後ぐん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 また戻っていくっていうことができるのでその植物の終わりっていうのを意識して、まあ、1年草をしっかり買ってほしいなと思います。多年草を買う場合はやっぱ植え付け適期とかっていうのだけ見ていただければ、まあ、割と復活させれることができるんだけど結構多年草での見切り品は根腐れを起こしている場合があるのでこの辺はまあちょっと根の状態というのかなっていうのは意識してみた方がいいかなと思います。ポイント3番目、安すぎる見切り品ですね。安すぎるっていうのには何か理由があります。これは難しいんですけど買う側もちょっと責任を持って買ってほしいなと思う、はい、お店側が責任取れないぐらいだと思います多分、まあ、この値段だったらいいでしょみたいな。ね、去年100円で売ってたものがさ20円とか30円だったらまあダメ元でっていうぐらいの雰囲気で店も出してるんでそれでなんで育たねえじゃねえかとかいやもうこれ枯れすぐ枯れたよって言われても買う側の責任みたいなのもやっぱあるのかなと思いますんでしっかりと見て安すぎるやつはもう何か理由があります。ここだけは十分気をつけてください。まあ、園芸初心者の方は逆にめちゃめちゃ安すぎるのは買わん方がいいかもしれないっていうぐらいで意識してもらうといいかもしれません。はい、というわけでここから先ですね見切り品処分品買ってきました。はい、ホームセンターでという形で実物見ながらこういう処置をした方がいいっていうのを実演の方をしていきたいと思います。こちらです。じゃん、はい、はい、まあいろいろ買ってきたんですけどそんなにたくさんなかったですね今回は。はい、収穫品がたくさんですけどねたくさんなんかすっげーたくさん出てる時があるんだよこれ。はい、やっぱり処分品見切り品はさその都度都度出てくるものなんでこれタイミングによります。いつの時期が出るかっていうのがちょっといまいちわからないので出てるものっていうのも変わってくると思いますのでこの処分品見切り金の回は今後シーズンを通してやっていきます。おお。じゃないと多分分かりにくいと思う。これ今回はね冬場のもう12月の中過ぎてぐらいのお染め品っていう形でやるんだけどこれが春とか夏とか秋とかなってくると、まあ、物も変わるしあと今回はあえて一応ちょっと苗物をベースに買ってきた。見切り品処分品は例えば観葉植物ももちろん出るし多肉植物も出るし樹木類も出るですね。うん、今回はちょっとその辺買ってきてないんでまた今後ですねそのような感じのジャンルのお勤め品の再生の仕方とか買い方これはやっていきたいなと思います。はい、というわけでいろいろ今回買ってきました。でこの中でもやっぱり一年草多年草樹木類鉢物類っていうのをちょこちょこと選んできてます。ちょっと状態だけ見ますか。はい、例えばこれねもう完全にこれ結構きついんじゃねえかなと思う。シクラメンですね。シクラメンこれを買ってきたんだよ俺すごくない？はい、この勇気を称えてほしいわ。はい、このシクラメンねこれ復活させれます。はい、結論的には、はい、全然大丈夫。これは一年草アリッサムですね。はい、あこんななっちゃってますね。アリッサムとか一年草系統だとあとこれか、まあ、パンジーね。はい、うん、あとはセダム類だとこんな感じねが見切り品になってる。はい、とあ一年草ごめんもう一個あったこれねこれ千日小坊っていう秋のお花ですね。はい、あとはこれ金魚草これが宿根草これも出てきたデルフィニウム一年草、はい、あと多年草系統ねエレモフィラがあったりビデンスとかこんなんもあるね復帰草あと樹木系だとこれ銅弾ツツジこれはバラですねミニバラ。はい、はい、っていう感じの、まあ、処分品いろいろあります。でこれはね本当にね見切り品にあるやつを見ると、はい、
こういう苗がダメなんだなっていうのがよくわかる。うん、なんで苗選びのさ、どういった苗がどういった苗かっていうのがわからん場合はね、見切り品コーナー行くといいよ。ダメそうな苗がたくさんあるんで、まあ、こういう症状のやつはちょっと注意した方がいいのかっていうの確かにを見取ってもらうと、まあ、正常でいいやつっていうのがまあだんだん分かってきますんでね。うん、まあ、ちょっと1個ずついきますか。はい、まずはこの冬場に限って植え替えできるのかどうか、生育期なのかどうかってなってくると、これ結構な種類で、これ植え替えの時期ではないんですよ。あんまり真冬に入ってくる1月2月とかは本当に特殊な植物除いて植え替えができないので、できない時期にじゃあこういうの買ってきた時にどうするかっていう話になってくると思うんです。はい、逆に言うとこういう時期でもできるものがある。例えば今回のやつだとジェ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 ンドウダンツツジ、はい、はい、これ落葉樹です。うん、落葉樹はこの冬でも全く問題ないというところで、処分品出てきたらこっちラッキーじゃねえのみたいな、うん、これもしかしたらいけんじゃねえのみたいな、銅弾欲しかったけどもう半額になってるチャンスです。まあ、ただなぜその下がってるのかっていうのはちょっと疑った方がいい、はい、のでよく見るね。とにかくで樹木類の特に落葉樹の場合は大概のものは生きてる枝があるともう花芽とか葉芽がねついてる。はい、例えばこれよく見てもらうと先端にポツッとありますね。はい、ここにもあるね。はい、ここにポツってあるのとポツってある。はい、この辺がちゃんとついてるものはこれ大丈夫、全然この再生っていうか、むしろこれラッキーじゃねえかっていうぐらい、どの枝にもこの頭にポツ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 ってちょっとぷっくらとしたものがついてる。はい、こういったやつは問題ない。ただこういった樹木の中で何にもついてないただ棒切れみたいになっていってるやつはもしかしたらもう枝ごと枯れてる可能性があるんで、いくら落葉樹で葉っぱが落ちてるからって言って植え替え機で安いからで飛びついてしまうとそのまま植えても全然出てこないっていう可能性があるんで、とにかくちょっとした膨らみが節についてるとか先端についてるのかっていうのを確認してから買うといいと思います。という感じでこれはオールオッケーです。はい、やったねって感じ。うん、ただ植え替え機じゃないもの、どれからいきますかね。ワクワクしちゃうねいいやつ悪いやつからいこうか。はい、例えばこれじゃん、これパンジーこれはいいですね。はい、まだいけます。これパンジーの開花期が、まあ、来年の3月4月5月ってなってくると春なんでまだまだこれからいきます。ただこれ状況を見てもらうと何がダメかって、まあ言ってしまう徒長だね。ホームセンターさん系で言ってしまうと一番多いのが徒長です。まあこれはねしょうがない。ホームセンターさんの売り場の環境って良くないから、正直言って。はい、うん、温度がかかってきちゃうと生育旺盛なものは特に伸びちゃうね。はい、こういった場合はどうするかなんですけど、ワンサイズ大きい鉢に入れてもらってちょっと伸びすぎてるところの先端だけは切り戻すのと、こういう傷んでる葉っぱね、だいたい蒸れもあったり、あと株がちょっとぐらつく可能性があるので、はい、この辺は正直言って植え替え期と言えないんだけど、植え替えてあげた方がいい。これこのままずっとこのポットで管理する方がちょっと厳しいかなと思いますんで、はい、これちょっと植え替え。次これねアリサム、はい、これは買っちゃダメ。はい、うん、これ再生させるの結構難しい。うん、こうなっちゃってるやつ何がダメかっていうと、まあ、ちょっと傷んでる感もあるじゃん。そうですね、うん、傷んでる感があって青いところもあるので大丈夫かなと思いきや、特にぐらつくやつが多いのは再生が非常に難しいのと、根っこが弱い植物っておるよね。はい、これ根っこが弱い植物は覚えておくといい。アリスタも根っこ弱いんだよね。はい、根っこ弱くてここまで劣化してるやつってもう植え替えてもダメになることの方が多い。だからこのままの状態で根っこ弱いやつはいじらずにこの辺軽く切り戻してこの状態で復活できるかどうかっていうぐらいの賭けになります。これなので、あーこれね見てよ、ほら437円を50円、もう値段だけ聞くとあ50円かってなるじゃん。 80% オフでこういうのが要注意株。はい、これは大丈夫だって言えない。とにかく多分根腐れを起こしてるんだと思う。はい、水の上げすぎね、徒長ではない、まあ、多少徒長もしてるんだけど、はい、水の上げすぎによる根腐れで、しかも根っこが弱い植物の根腐れって結構致命傷なので、こういったものはもうそもそも選ばない方がいいです。はい、はい、安すぎるやつは何かあるね。
続きましてのこれは金魚草ですね、はい、金魚草はこれ半額ぐらいだね、だいたい200円が100円、はい、でこれ何が悪いかっていうと、まあ、ちょっとこれグラつきだねこれね、はい、グラグラしちゃうっていうところと、まあ、ちょっとひょろっとしちゃう、ひょろっとしてるね、うん、これも徒長ですね、はい、徒長株これ植え直し、一年草がやっぱ参考になるのかな、一年草一年草、あ、出てきたねこれデルフィニウム、はい、もう花が咲いちゃいますみたいな株、こうやつどうしようって感じなんですね。デルフィニウム自体は来年の春に花を咲かせる植物なんでまだこれから大丈夫なんですけど、ちょっとこれだと貧弱すぎるのと、花が上がってるからいいやろと思いきや花あんまり上げん方がいいと思う、はい、のでやるのであれば花切っちゃう、はい、花の切り戻しして、まあ、植え替えるのであればちょっと植え替えた方がいいかなと思うんだけど、まあ、寒さには強いんであれなんだけど、植え替え直後はあんま厳しい環境に置かない方がいいので、なるべく軒下でしっかりと日が当たるところでちょっと養生が必要な株のかなと思います、はい、これ伸びてきちゃったね、暖冬で暑かったから結局こういう症状がどうしても起きちゃう。ただね、株としてはそんなにめちゃめちゃダメっていうわけじゃないんで、花の切り戻ししてポットは入れ替えた方がいいかもしれんな。あんまりいい土層じゃないので、一回りか二回りぐらい大きい株に植え直した方がいいかなと思います。そして一年草最後はこれ千日小坊だね。千日小坊これ一応ね多年草扱いなんだけど、寒さで大体枯れちゃうんで一年草って言われたりするのね。で寒さに弱いんで枯れるって今言ったじゃん、はい、なのでこちらの寒さに強い一年草と同じような感じのことをしてしまうと結構ダメになる可能性がある、はい、これ寒さに弱いね、もともと室内とかですか。そうなので植え替えをあんまりしん方がいいと思う、この時期、はいはい、植え替えの時期ってまあ来年の4月とか暖かくなる時期ぐらいからの方が寒さに弱い植物たちは強かったりするんで、寒さに弱い冬越しできそうな株っていうのであればこれは室内か玄関はい、みたいなところに入れてもらって、あの植え替えは極力しない方がいいですね、はい、やるのであればちょっと頭つまんで防寒対策取って、とにかく家の中の方がいいです。外だとちょっとこのまま枯れてしまう可能性があるんで、このまま防寒対策取ってくださいっていう株ですね。多分大丈夫だと思うこれ、はい、うん、もう株的には悪くない、ただもう寒くなってダメになっちゃうんでっていう見切りだと思います。そしてここからですね出てきました、まあこの辺いきますか。セダム伸びますね、このようにこれは完全なる徒長です。徒長してしまったセダムなんかはこのままでいいので、一回ダーッと刈ってしまって暖かいところでなるべく管理してもらって、はい、とにかく日が当たるところです。もう一回伸びちゃってるやつはこれね治らない、うんうんうん、伸びてるのがどんどん伸びていくだけ、はい、こっから日を結構当てたとしてもそういう状況は変わらないので、であれば一回半分ぐらいはバーって切っちゃうね、はい、っていう形の処理でもうこのままでいいので、植え替えとか特別しなくても全然大丈夫なので、お水だけしっかり管理してあげるっていうことをすればこれは春によっぽど再生してきます、大丈夫ね。というところで言うとこの辺の復帰層もそうですかね。この子結構強いんで伸びてきてるところ節切って、これグラグラだねこれ、うん、そうですね、相当グラついてますね、うん、グラついてれば一回ちょっと深めに上戻してあげた方がいいかもしれん、はい、うん、徒長&グラつきだよこれ、うん、徒長だけだったら全然切り戻しだけで今いいかなと思ったんだけど、ちーっとグラつきが心配なので一回ちょっと深く植えてもらった方がいいかもしれないですね、はい、あ、いろいろな症状があるからさ何がこうっていうのはちょっと言えないんで、はい、芽を養うっていうことで対応していくしかないかもしれん、うん、すごいいい勉強になるねこれ。確かにめちゃめちゃ勉強になりますね。勉強になる。続きましていきましょう、イベリス。これ宿根のイベリスでね、割とこれいい品種だと思います、はい、最新品種って書いてあるこれ。お、最新、うん、最新来ました。でこれイベリス全然大丈夫、ただ徒長してるね。で花ついてるものは花切っちゃうこれ、はい、で植え替えてももらってももう問題ないかなっていう感じかな。一回り二回りぐらい大きい感じで植えてもらっても大丈夫。このイベリスも本当に寒さには全然強いんで、ただ植え替え直後とかっていうのはあんまりそれでも言ってもガンガンに外の寒いところに強いからっつってオラって出さない方がいいと思うね。軒下とかで日が当たるところでしっかりと根っこが張るまで、結局ちょっと弱ってたり徒長してるってことは根っこがあんまり張ってないっていうことになってくるので、まあ、正常まで戻してあげてから寒さに当てるのは大丈夫ですけどね。だから養生が必要ですこの辺、はい、見切り品処分品は。その辺を踏まえてこれですね、ビデンスね、はい、これも
いわゆる徒長ですね。もうひょろーっとした徒長なんで、バツーっと切ってチート一回りぐらい大きい鉢に植えて、これもあんまり霜には当てない感じで養生ね、養生行きです。来ました、宿根草。宿根草は寒さ大丈夫なんで、これ伸びちゃってるね。地上部ぐらいでバッチン切っちゃっていい、これ、はい、切って、まあ、地だったら地でもいいんですけど、あの心配によったら一回りぐらい大きいポットの方でこちら植えてあげる。宿根草は結構大丈夫かな、この時期買っても、はい、うん、とにかくここでダラーンと伸びちゃってるもの置いとけばそのまま枯れるんでいいんですけど、まあ、その前にもう切り戻してあげましょう、この辺、はい、バツッと切れば全然復活可能な株だと思います。そしてエレモフィラ、これ全然いいね、これね。これも徒長ですかね。これはね、徒長だ、徒長っていう徒長でもないと思うんだけど、はい、うん、しっかりとしとるような気はする。ただ伸びすぎちゃってるっていうか、あれなんだろうね、テントに長くいた株なんじゃないかな、あ、うん、っていう気がしますね。まあ、いよいよこう売りたいって感じじゃない、まあ、なんで入れ替えがある、ね、そうそうそう、めちゃくちゃ安くはなってないね、はい、これが50円とかだったらちょっともう超ラッキーなんだけど、はい、そういうわけじゃない、やっぱ200円ぐらいしますと。ミニバラ、これ全然大丈夫、まあ、葉っぱ落ちてないですけど、植え替え期になりますんで、落葉樹でこれはワンサイズ大きい鉢でもいいんだけど、ちょっとねやっぱりこういう風に葉っぱがどうしても傷んできてる部分があるんで、葉っぱ取っちゃいましょう、はい、うん、で休眠期になってくるんで、そのまま置いといてもいいし、黄色くなったらもうどん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 葉っぱ落としちゃう、はい、みたいな感じでこの辺は対応できます、大丈夫です。はい、というわけで、まあ、ここから先ですね、ちょっと今言った徒長しているものっていうのの切り戻しできるものだけバンバンちょっと切っていきます。植え替えと剪定の方、切り戻しですね、の方をしていきましょう。まずそのままで大丈夫そうなものはそもそも切り戻しだけで大丈夫です。例えばセダムね、セダムなんかはちょっともう極寒期になってくるとあんまり生育自体しないのでちょっと見栄え悪くなりますけど、ガンガン切っちゃう。ここあんまりギリギリ攻めない方がいいんで半分ぐらい切っちゃうね、はい、で半分ぐらい切ってしまうと多分脇芽みたいなやつが下から出てくるよね、これで、はい、出てきたらもう一回切り戻すみたいなぐらいで大丈夫ね。半分切っちゃう、はい、ね、お水かけて日がしっかり当たるところで管理してくれれば大丈夫です。でこちらのセダムもそうね、はい、伸びてきちゃう、まあ、これはねしょうがない、どうしても、うん、うん、セダムの伸びちゃんはこんな感じで全体的に頭を積んだ方がいいと思います。でだいぶ切ってしまえば株元に光が当たるようになるね、これね。そうですね、うん、この辺もそうだけどね、切り戻すことでちょっと株日光が当たればまたいい新芽が出てくるんで、この辺はもうこのままで再生できると思います。はい、そしたらこれイベですね、はい、これはまあ全然いい株です、大丈夫ですね、ただ徒長してるだけ、はい、はバツッと切っちゃう。伸びてるとこだけ切ってくださいね、はい、あのあんまりこうめちゃめちゃ下に切り戻さん方がいい、少しでも葉っぱは残しておいてもらった方がいいかな、はい、うん、っていう意識で、まあ、切ってもらうね。これ伸びてきてるところは切っちゃう、ダメな葉っぱとこの下の掃除だけしてあげる感じで、植え替えはもうこれはもう来年の3月ぐらい、はい、うん、3月の初旬ぐらいにあの一回りぐらい大きい鉢に植えてもらうと、まあ、そのまま綺麗に復活してきますんで、まあ、1月2月は言っても極寒期はね、あの植え替えだとって多分根っこが出てこないので、あんまり大きく植え替えしすぎると水持ちすぎてねダメにしちゃうこともあったりするんで、まあ、このままでももちろん問題ありません。植え替えだけは3月上旬ねしてあげた方がいいと思います。千日こぼ、はい、千日こぼも同じ、ちょっと若干切るぐらいね、若干切るぐらい。千日こぼ割と強いんだよねこれ、はい、実際のところ。ただ路地だと越冬が結構難しいんで、できれば玄関の中入れちゃうか、まあ、室内ねの方を入れてもらっても問題ないと思います。ただね、あの砂入れてあったかいと芽吹いてきちゃうんで、できれば日が当たる方、窓際のかねの方で、あのなるべくあんまり温度はかけずに置いといてもらう方が本当はいいですね。まあ、再生できます。でこのポットでまた来年っていうのが厳しいんで、これも3月上旬ぐらいにあの大きな鉢に植え替えてもらうってなってくると、生育期すぐ入ってくるんで根っこどんどん出てくると思います。もうそれまではもうちょっと維持管理の方だけお願いします。はい、ということで宿根草ですね。宿根草は寒さに強い、この時期の宿根草は割と買ってもそんなに
ダメージが少ない気がするね。はい、うん、切っちゃう。で寒さに強いんで、植え替えても問題ないんですけど、このままでも全然問題ないです。植え替えるのは3月上旬から2月の下旬ぐらいでもいいですね。8か10への方をしていただければ多分宿根草自体も問題ないので、外で管理でこのままで大丈夫なんですけど、水だけ あんまりカリカリにしすぎないように、生きてますんでね、葉っぱがなくなるかもしれませんけど、年越しますんでこのままの状態でお水やだけ気をつけてキープと。さあ続きまして、ちょっと植え替えも必要なっていう株、はい、この辺やっていきましょうかね。はい、まずは金魚草いこうか。ちょっと株がクラクラのものをどういう風にするかなんですけど、まずはこれちょっと盗聴しちゃってるんで元気がないやと、はい、一回切り戻すね。半分ぐらい切り戻した。これダラ、はい、ーンってなっちゃってるようなものがあれば一回この機械に切り戻すね、はい、この下の汚い葉っぱもできれば取ってもらう。株がクラクラのやつだとしっかりとこれ持ってあげて葉っぱ取らないと、持たずに取ると株が毎回グラ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 して根っこをどんどん傷めていっちゃうんで、はい、なるべく動かさないようにね、はい、うん、しっかりこう固定してから葉っぱだけ取ると。で植え替えはこれよりも一回りぐらい大きい鉢ですね、はい、この時期に二回りも大きくしちゃうと結構根腐れを起こす原因になるので、一回りぐらい大きい鉢、はい、はい、これで大体一回りぐらいね、はい、大きいぐらい鉢になるでしょうっていうところで植え替えの方をしていきましょうか。はい、まあ、大体こういう植物、劣化品とか見切り品を再生するための鉢上げする時の培養土、これは草花用の培養土で問題ありません。じゃん、はい、うわ、おっちゃんじゃない今日はガーデンガーデンの土やんこれ、嫌だな、おっちゃんの土じゃないと。おっちゃんが良かった草花用の培養土は特別どれでも問題ないんですけど、ここでいつも入れてる元肥、はい、元肥、これはもう養生の場合は入れなくて大丈夫です。あんまりね、肥料をたくさん入れすぎると根っこ自体がちょっと出にくくなってしまう可能性があるんで、弱ってる株の再生に関したら肥料はできればね少なめの方がいいですこれ、はい、出てきてから肥料は上げた方がしっかりした株になるので、初期肥料がバイオド自体に入ってるんで、はい、このまま使ってください。はい、ちょっと入れてもらったら、これはちょっとぐらつくね。ぐらつく株は根っこの張りもあんまり良くない、はいね、ちょっともう根腐れを起こしてるんじゃねえかぐらいのちょっと傷んじゃってる毛のないあれが見えるね、はい、うん、ってなったらちょっと様子見ながらですけど、周り土をちょっと落としていくね。ここ取れちゃうね。ちょっと傷んどりそうの根っこだけ、傷んどりそうの根っこっていうのはもう軽くシャ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 やれば押してきます。多分ダメな根っこは、ただあんまりめちゃめちゃ根鉢小さくしすぎない方がいいんで、少なからつけとくね。合わせてもらう。クラクラしたる株っていうのはこの軸の部分がやっぱりこう安定しないんで、はい、若干ですけど1センチぐらい、はい、ちょっと土かぶるぐらいで土を入れちゃうね上にね、はい、朝植えしちゃうとちょっとそのまままたぐらつきが止まらない状態になっちゃうんで、ちょっと深植えして固定っていうのがどうしても必要かな。はい、で植えたら、はい、もしできれば例えば割り箸とかでもいいんで、はい、ぐらつく株って根っこをしっかり出てくるまではできればブスッと刺して、はい、斜めでもいいです。ガッと刺してで固定できるような資材があればビニタイでもいいですね、はい、うん、軽くでいいですよ。これまた取りますんでね。ああ、もう一時的な処置ですね。そう、一時的な処置、これでしっかりと株が安定してきたらもうこの支柱はいらないんで、はい、まあ、ついたらかっこ悪いじゃん。まあまあまあ、そうですね、やっぱ一年草でね、はい、ってなってきてしまうので、まあ、これぐらい固定してあげればもう揺れない、はい、ね。根付かしてから結構風とかで揺れちゃう場合ももちろんあるんで、外で置いとくと、はい、うん、なんであんまりぐらつくような株があれば支柱というか棒でもいいのでちっと固定してあげると安心ですね、はい、で水たっぷりあげてあげて、あとは日がよく当たるところで養生です。さあ、あと2畳いきますか、はい、これはビデンスね。
こんなん全然いけると思うね。はい、うん、バツッと切る、バツッと切る、まあ、とにかくこの寒い時期どれも共通して言えるんだけど、あんまりこの植え替え直後とか寒さに当てすぎないね、路地に置かないってことかな、はい、言ってしまうと、うんうん、できれば軒があるぐらいなところ、耐寒性があるものでもの方が安心していけると思います、はい、ここダメになってるね、これ枝が、はい、ちょっと根腐れ起こしてる感じがあるねこれね、うん、枯れ枝が入ってくるってなってくるとちょっと徒長だけじゃないかなって感じだね、はい、うん、で根腐れ症状があるものだと案外とそのまま置いとくとねダメになっちゃう可能性がある、はい、まあ、いわゆる腐ってるってことはバイキンが入ってるってことだもんで、はい、なるべく落として新しい土入れた方がいいんだよねこれね、はい、うん、これも一回り大きい鉢でいきますかね、一回り大きい鉢、まあ自信がない人は特にこういうの、はい、特に植え替え機じゃないのでは積極的には買っちゃダメよ、はい、言っても植え替え機であれば結構こんなんガンガンにいっちゃうけど、はい、うん、実際問題はこれ自体植え替え機じゃそんなにないので、本来だったらあんまりこう手荒な処置はやりたくない、はい、で根腐れしとっても本当は根っこ腐ってるところは取りたいんだけど、うん、取るとだいぶこの子にストレスダメージ与えることになるもんでね、はい、養生できる場所がなかったりする場合はよ、あえて買わない、はい、ね、これ見たからっつってさ、お葬儀品とか書いちゃダメだよ注意ですね、要注意要注意、あるある要注意、はい、見たからお勤め品買い行かなくちゃみたいな、まあやりたくなるっすよね、でもこれ見たらやっちゃダメ、はい、なんかこれを復活させる楽しさってまた別の楽しさがありますよね。そうあるんだわこれ、癖になっちゃう。そう、園芸の楽しみ方っていろいろあるよね、はい、正規品をもっと上手に育ててボリュームよく足したいっていう人ももちろんおるんだけど、はい、ちょっと傷んだやつを復活させたいみたいな、はい、救いたいみたいなさ、はい、楽しみ方もあるんよね俺結構そういう楽しみ持っちゃうタイプ、はい、うん、なんでお勤め品とかさ見切り品コーナーが好きだね、うん、うん、こいつ行ったろかなみたいな試したいなみたいなのもあるよね、はい、こうしたらできるんじゃねえかなみたいな、うん、その自分への挑戦みたいな。よっしゃ、最後ねこれ復帰層いきますか、はい、復帰層ちゃんね、これ暗すぎちゃってちょっと怖いんだよね、はい、一回頭だけ取りますか、半分切っちゃうねこれね、多分出てくると思うんだけどね、強いからね、はい、うん、樹木類になるかな、どっちかっていえばこれ多年草の、はい、強い植物は案外と本当に強いんで、こんだけ暗くらでも根っここんなに張っとるよねこれ、はい、うん、強いって分かれば、はい、極端なしこういうので買っちゃえるね、うん、うん、これ分かるかどうかなんよね、はい、うん、この植物強いからどうかなみたいな、こうやっぱ覚える一個のきっかけになるね。こういう時に役に立つのがこの辺よこれ、はい、スリットポットの 3.5 ね、はい、このポットはね本当に養生ポットみたいな感じ、どちらかといえば、はい、もうお勤めポットでもいいかもしれないお勤め、なんていうの、再生ポットみたいな、はい、うん、こうやって根鉢取ったりすると若干小さくなるじゃん、はい、これでさっきみたいにでかい鉢にすると不安な場合はもうそもそもワンサイズぐらい大きくなる、はい、大体ホームセンターさんで売ってるような鉢がこれで3寸ポットなんで、はい、ちょうど一回り大きい鉢になるよね、うん、うん、ちょっと根っこがグラグラするんでこれも深植えね、はい、ちょっとかぶさるぐらいに土を入れます、はい、グッとグッとグッとよいしょ、はい、シートぐらつくようだったらちょっとした支柱ね、はい、ぐらっとしちゃうんでブスッと刺して、はい、タイでちょっと止めてあげる。もうなんかあれだね、お医者さんになった気分になってほしいね処置だもんこれ、はい、処置、本当はこんなことしないよこんなこと、はい、ね、弱ってるものの処置だもんこれ、生き物のやれるところまでやってあげましょうよって感じね、はい、こうすればもう完全に固定、はい、で根っこがしっかり出てくれば自立で独立して立てることができるんで、はい、ギブスよギブス、はい、あ、やべえジンベさん
調子乗ってたら落としちゃったダメ医者だな俺ダメ医者だな俺ダメ医者だな、はい、調子乗ったら落ちちゃったギブスよ。骨折した人やるじゃん。あですね。ねえ、はい、固定は大事ですよ。固定大事だよこれ。ぐらつく株の固定ね。はい、よし、はい、てな感じで大丈夫だね。はい、で完了です。はい、じゃあ最後ねシクラメンいきますか。はい、シクラメンはもうこういう株、これ原因はね、完全に日照不足と、はい、暑すぎたんだと思う、その室内が、はい、うん、っていう徒長です。室内徒長って感じですね。ただシクラメン自体は割と強いんで、球根植物、はい、復活までに時間かかりますけど再生することは可能です、はい、でこうなっちゃった場合は花は全部取る、もうつまんで取るって感じですか、うん、全部この球根、下球根になってるんで、はい、球根ちょっと下押さえてもらいながらひねりながら取ると取れます、これ、はい、上にでもプッて、はい、一個抜くね。できればもったいがらずに花は全部取る、全部、はい、全部ですね。これ残しとく必要がないというか、残しておいても復活が遅くなっちゃうんで、はい、もう全部取っちゃう。栄養をもう全集中で新しい葉っぱ、はい、もう再生させるために出させる。葉っぱが出ないと花つかんのよね、はい、うん、なので花を重視するってよりシクラメンの場合はやっぱ葉っぱ、はい、をどうしても重視してほしいんで取っちゃうね。下のこういうのは、あ、つぼみ、はい、つぼみ、これはつぼみはまあいいでしょうこれね、はい、うん、日が当たってくればしっかりとした花がこれってまだ下から咲くんで、あ、そしたらそれ楽しめるんです ね、 ね、うん、で続きましては傷んでる葉っぱ、はい、黄色い葉っぱだね、言ってしまうわ、はい、黄色い葉っぱも取る、はい、積極的に取る。傷んでる葉っぱ取っちゃって大丈夫、こういったところもね、取る取る取る、復活してこない、うんうん、あの黄色っぽくなっちゃうとね、取っちゃう。だいぶすっきりすっきりしたでしょ、はい、ダランダランじゃなくなったじゃん、はい、うん、これぐらいまであの取ってしまっても全然問題ありません。ただこの植え替えとかはしちゃいけないので、はい、もうこれはこのままの鉢での養生、はい、で養生の仕方なんだけど、置く場所っていうのが、はい、あったかい場所にねシクラメン置かない方がいいです。特に25度付近とかっていうよりは15度から20度ぐらいの若干涼しいとか肌寒いぐらいのところの方がしっかりした株になりますんで、はい、それぐらいの環境のところに置くのと、やっぱり重要なのは日光ね、はい、日の光がしっかり入るところがいいです。か日中もし外にでも出せるような感じであれば10度以上ねあればもう日光がしっかり当たるところの、 あの屋外でも問題ないです。めちゃめちゃあの寒風が寒いとか雪が降ってるとかはダメよ。ポカポカしたような冬の日差しであれば外に出してしっかり日光浴させてあげるっていうところと、あとは肥料ね、はい、肥料をしっかりとあげておいた方がいいので、この場合底面給水っていう形になるんで、まあ、液体肥料でもいいです。これ栄養分の方はしっかりとあげてほしいなっていうところで置いておいてもらうとしっかりとした葉っぱが出てくるはずです、はい、とにかく日の光を株元に入るように管理の方をしていただければ、あのシクラメン自体は復活できます。はい、というわけで今回の川目くんがれチャンネルは見切り品処分品を特集しました。よかったかな、参考になったかなと思う方はぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あとあなたの見切り品愛ありましたらコメントの方で教えてください。川目くんがれチャンネルではこのように園芸初心者でも困らない植物の購入の仕方、管理の仕方実演します。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。この他大好評の余談です。木トーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて見切り品処分品の回でしたね、はい、これはねやっぱね回をねいろいろ重ねていった方がいいね。これからは出てきにくいんだけど春からは大量に出るからねこれ、あお店で、はいはい、そう今の時期はやっぱまだちょっと少ないし、はい、劣化が遅いんだよ、うん、植物の成長スピードが遅いもんでそれに伴ってあんまりこうダメになる苗っていうのが出てきにくいっていうところがあるんで、一番出やすいのはもう春から秋までがやっぱり見切り品処分品は多くなってくるんでね、まあ、その時期にもちょっと特集を、したいなというふうに思います。夏場だと蒸れたものが出たりします。やっぱりいろいろ出ると思うね、
うん、でそういったものこそなんか買うとちょっとどうなのかなみたいなものもあったりするんで、はい、極論ねなんか冬に出てくるやつはそんなにめちゃめちゃ傷んでるものが少ないかなとは思う。たださっき出したみたいなアリサムみたいなね、はい、もうちょっとダメそうなやつっていうのも中には含まれてくるんで、まあ、この辺は本当に植物の根がね強いか弱いかはね若干でも分かってるといいと思うね。根っこが強いやつは結構さやっぱ再生する、地上部がダメでも。はい、ゆんべいさんはおすすめ品は？僕は今年はコメリ DCM 等で仕入れましたね。仕入れ仕入れした。はい。一回アジアンタムをここで買ったきっかけに、あれがなんか割と回復してきたんで、うんうんうん、なんか他のやってみても面白いかなって感じでちょっと今年は何個かやってみたんですけど、そこまで別に興味がない植物でも、うん、お勤め品だからやってみようみたいな感じで買ったのも中にはあります。ああなるほどね、はい、ちょっと育ててみようみたいな。はい、安いんで。安いんでね、はい、あ50円なんで。そうだね、はい、そういうところからやっぱ入る人も中にはおるんでね、はい、それは問題ないんですけど、はい、なんか育ててみますか、じゅんぺいさん。そうですね、今日ちょっとこの中だったらやってみたいなと思ってた。植え替えたやつがこんだけ植え替えたやつかな。はい、やったことないのがいいんですよ、できれば。やったことがない。はい、まあ、なんならこの金魚草は一回ちょっと結構危機的状況から回復したのがあるんで、うん、やったことあるんで。これやったことある。はい、このこれですね。これビデンス。ビデンス、はい、全然どんな植物か分かってないです。じゃあこれにしますか。はい植え替えしたやつ、これを機に覚えたいと思います。今これ植え替えと剪定だけしたんで、はい、あと水やり管理ね。はい、うん、いいんじゃない。これじゃあいいですか、10分ちに、はい、はい、あの管理してみてください。はい、まあ、何にしてもね、特に日光だね。日光、徒長してるイコール日照不足っていうところがやっぱ多いんでね、はい、まあお勤め品内、まあ、できれば日が当たるところでね、はい、管理してあげるといいかなと思います。僕ねでもあんまり見切り品とか処分品は買わないけどね、その正直。あ、本当ですか。うん、もう家パンパンになっちゃうもんでさ、まあ、確かにそれを買ってたらそう実験で買う時が多い。はい、そう育てたいなっていうよりはなんか新しい肥料とかさ土とか、はい、あとポットか、まあ、今回こういうやつ使ってみたんだけど、まあ、使いやすいかなどうかなとか、はい、そういったものでこういうのを買う人たちがどういうふうにしたら再生できるのかとか、うん、なんかそういったものを提案のサンプルとして買うっていう感じ。はいはいはい、うん、なんかたくさんありますんで、もしよかったらあげますよ、いろいろいいですか。ラボもどんどん溜まっていくっていうみたいな、はい、あそのが撮影したやつはね、はいはい、ただまあちょっと家でもやったことがないやつもあるからさ、そういったものをやってみたいなとは思うんで ね、はいはい、まあ、ちょっとまたホームセンターさんにはお邪魔するかと思いますんでよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。